アドリース・ラティーフはアメリカ合衆国のフォトジャーナリスト。パキスタン系アメリカ人。ロイター通信のカメラマンとして2003年からアジアの報道写真を発信。2012年以降はアメリカでスポーツ、エンターテインメント、紛争、自然災害などの分野で活動している。ピューリッツァ賞を2度受賞。2007年日本のビデオジャーナリスト長井健二が ミャンマーの治安部隊によって射殺された瞬間の写真はロイター発のピューリッツァー賞獲得となった。1973年7月21日にパキスタンラホールで生まれ、1980年までサウジアラビアで育つ。7歳の時家族とテキサスに移住し、ヒューストンの高校でフォトジャーナリズムと写真を選択科目として学んだ。 1989年からフリーランスとしての活動を始め、1993年からはヒューストンポストにインターンとして2年在籍している。1999年にヒューストン大学でジャーナリズムの学士号を取得して卒業。2001年のアフガン侵攻を取材。イラクでは従軍記者を経験した。ロイターの仕事は1995年からで、 ヒューストンとカリフォルニアではフリーランスとして在籍。2003年からバンコクでシニアフォトグラファー。2009年からはイスラマバー,ードでチーフフォトグラファーとしてアジア一円のニュースをロイターから発信した。2012年アメリカ合衆国に戻りニューヨークでの6年間を経て2018年5月からはヒューストンで活動。2007年9月23日、後に サフランカ区名と呼ばれる大規模なデモを取材するため、ミャンマーへ入国。ジャーナリストと思われないように、T シャツ、サンダル、カメラ1台、レンズは望遠と標準1本ずつと、軽装でヤンゴンに入った。4日後の9月27日、取材中の午後1時30分ごろ、武装した治安部隊のトラックがデモの現場に到着すると15秒後には、長い検事殺害が起きた。 ラティフはどんな瞬間でも撮れるようにカメラの焦点振動を深くして取材しており50メートルほど離れた歩道橋の上から殺害の瞬間を2秒ほどで4カット撮影すぐに裏道を通り2時間かけてホテルに逃れた写真を送信した後夜になってからロイター東京市局から連絡が入り撃たれたのは日本人のフリージャーナリストと知らされた 写真は翌朝ニューヨークタイムズはじめ各紙のトップを飾ったが安全のため撮影者のクレジットはしばらくの間伏せられた。ラッティフはこの時まだヤンゴンのホテルに潜伏したままだった。2008年3月7日日本の写真月刊誌でイスジェパンの招きで来日。長井が契約していたアップフ通信社で遺族と対面した。また第四回デズ国際フォートジャーナリズム大賞の 特別賞を受賞し、10日に会見。撮影当時の様子をスローモーションのようだったと振り返り、一緒に特別賞を受賞できたとも語った。2008年4月7日、長井を撮った写真が第92回ピューリッツァー賞のニュース速報部門を受賞。ロイターに初のピューリッツァー賞をもたらした。歴史に残り、また人々が当日起きたことを思い出すきっかけになる。 ことを嬉しく思うとコメントするとともに、長いに哀悼の意を捧げたいと取材中のネパールから電話で語った。2011年2月7日、ICP は第27回インフィニティアワードのフォトジャーナリズム部門にアドリース・ラティーフを選んだ。8月、ガーディアンはラティーフの特集として、2010年8月のパキスタン洪水の報道写真と、 一年後の2011年8月に同じ場所で同じ人物を撮った一連の写真を紹介した。同年第68回っぽいのエージェンシー部門受賞。2019年4月15日、ロイターはピューリッツァー賞を2部門で受賞。ニュース速報部門は米国国境を目指す中米移民の報道写真でロイターのカメラマン11人で編成された取材チームが獲得した。 対象となった20枚の写真のうち9枚は、ラティーフが撮影したものである。2018年10月の土あて川を胸まで水に浸かって渡る父子の撮影については、彼らがどんな修羅場をくぐり抜けているか、写真を見る者が体感するには、私が水に入る必要があったと語っている。この年のロイターは2年連続で2部門で受賞。ラティーフの2008年初受賞以降、 7回の受賞となった。ありがとうございます。